デートに向かう時の気持ちは、公にデートすることは今までしたことがないので、すっごい不安な気持ちもあって、大丈夫かなみたいな。会ってその日にキスをするって本当にドキドキで、なんかすごい複雑な、んかすごい変な気持ちだった。誰だろう。あ、顔を見てる。緊張してる。はじめまして。こんにちは。こんにちは、ロビンと申します。こんにちは、久住小春です。あ、はじめまして。どうも。はじめまして。うわ、ちょっと緊張うわー、ちょっと私も緊張します。おいくつですか？今22です。24です、僕今。あ、いいじゃん、近い。今日はちょっと僕が引っ張っていけるように頑張ります。あ、よろしくお願いします、はい、知らないのかなっていう部分もあって、それはすごい嬉しかったっていうか、しやすいのかなって思いました。なんか一緒にデートしやすい。あー、でも分かるかも。はい、あれですよね、今日の内容があれ9時、9時に、ね、うん、かわいいね、なんかおしゃれ。有名なのかな。すごい、でもなんかかわいい。え、何されてる方ですか？え、私は今キャンキャンの専属モデルをしていて。あ、これキャンキャンってわかります？キャンキャンわかります。キャンキャンわかります。赤文字の。じゃあファッション系が多いんですか？ファッション系で、元モーニング娘。なんです。え、もっとなんかそう、モーニング娘。にいて卒業してキャンキャンの専属モデルになったんですよ。でも多分その時ハワイにいたかなと思って。あのモーニング娘ですか？そうそうそう、ちょっと出ますずっとアイドルやってたんだよね。やってた、やってた。じゃあこうやってなんか、まあ、デートっていうデートって入る。そうだね。だからまあ、うーん、まあ、アイドルの時はもちろんだけど、まあ、今モデルだから恋愛は NG ではないけど、でもなんかそういうなんていうんだ、オープンな感じはないかな。で、ロビンで行く。ロビン、ロビン。なんかあだ名とかある？え、小春でいいよ。小春。じゃあ小春ね。うん。呼ばれるとなんかちょっと打ってくるねこれ。え、なんか好きなこととか教えてよ。え、何好きなことって？普段なんかすることで好きなこととか。料理する結構。え、嘘、料理すんの？すごい好き。え、得意料理は？え、普通にハンバーグ。おい、テンション上がるやつ。私梅が好きなの。梅も。俺も長谷園のさ梅めっちゃ好きなの。梅が好きすぎて、私ね猫飼ってるんだけど、梅って名前にしたの。猫飼ってんの？猫飼ってる。何匹飼ってる？一匹しかない。うわ、俺猫超好きなの。マジ？あのね、俺実家ずっとちっちゃい頃から猫が3匹いて、今住んでるところが動物飼えないから。そうだよね、多いよね。うわ、猫飼ってんだ。本当のデートっぽい感じが出てきたかなと思いましたね。あー、なんかもう超仲いい。あ、いいじゃん。すっごいリードしてくれて、大丈夫大丈夫みたいな英語で言ってて、すっごい優しかったんです。乾杯。お酒の力は借りよう。ちょっとね、うん、美味しいね。うまっ、うまいわ。今もう6時半、うん、6時半だけど、え、どうする？本当に正直ね、うん、俺これは思わんと思ったけど、今自分にびっくりしたのが結構寂しい。あ、同じく。本当に同じく、同じく。なんか嫌だよね、終わりたくないよね。終わりたくない。めっちゃ楽しかったし、楽しいし、もっとなんかもっといろんなとこ行きたいとか、分かる、もっと喋りたいってなるよね。もうあとちょっとだよ。寂しいね。寂しい。寂しい。今ちゃんと初めて目見てるよね。多分今日一番長く見てる。恥ずかしい。なんか恥ずかしくて見れなかった。
書いた今ので。恥ずかしい。恥ずかしい。